こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑野正則です。今日の波動チャンネルではですね、こんな人はなかなか変われないですよと、こういう人は変われないというのを2、4、6、8、8つ、お伝えをしていこうかなと。で、なぜこの話しようかと思ったかというとですね、先日相談に来られた方がですね、そういうタイプの人だったんですけれども、何かというとですね、自分が答えてほしい答えをもう先に用意してるんですよね。自分が言ってほしい答えを用意してて、僕がこうしましょうっていうことに対しては聞かないんですよね。自分が言ってほしいことを言ってもらいに来た。これではなかなかね変わらない。でもこういう人いるなと思って、でも他にもいろんな変わらない要因になっている部分っていうのはあるので、今日はそんなお話をお伝えをしていきます。でこの動画では波動というものを使って願望を実現したりとか、自分らしい人生を実現するコツや幸せに豊かに生きるコツ、そういったものをお伝えしています。でお伝えしている内容は僕のこれまでの14年以上にわたるセミナー経験やセッション経験、そして波動を使って企業のコンサルティングなので、クライアントに実際に効果のあったものを中心にお届けをしております。もし興味があればチャンネル登録していただければと思います。で、こんな人は変わらないよというね、8つのタイプの人、それをざっとお伝えをしていこうかなと思います。まずはですね、動かない人。やっぱ現実っていうのは、いつも波動っていうのは体、心、エネルギー、環境、この4つの部分でできてますよっていうことをお伝えしてます。で、これは自分の波動の状態なんですけれども、現実を変えていこうと思ったら、この状態と行動とどうなりたいか、Be, Do, Have、 この3つが大事なんですが、やっぱり行動っていうのはねすごく大事です。で、1冊目の本、波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わるの本で、3つの語という3語ね、真空位という真語、苦語、異語っていうのを紹介しましたが、それっていうのは行動のことで、行動しないとやっぱ変わらないですよね。ずっと家にいて波動を整えるだけでは、なかなか現実っていうのは変わっていかない。もちろん見える現実とか感じる豊かさ、感じる幸せっていうのは、変わってくるんですが、自分からアクションを起こさないと、変化っていうのはリアクションですから、アクションに対しての返ってくるものなので、やっぱ動かないとなかなか変わらないですよね。で次、動いてるけど準備ばかりの人がいるんですよ。これなかなか面倒くさい話になってるんです。動いてるんだけど準備ばかりの人。どういうことかというと、昔ですね、有名な話なんですけど、ある高額な20万円とか30万円のセミナーで夢を発表する場があって、そこである人が言ったのは、自分の夢はラスベガスに行くことなんだと、ラスベガスに旅行に行くことなんだっていうことを言った人がいて、そのセミナーの参加費をそっちに回せばもうすぐ実現するんですよね。そういう笑えない笑い話があってね。でこういうことはみんなやってて、動いてるんだけど準備ばっかりして、肝心のアクションを取ってない。例えば自分はセミナー講師になるんだって思ったら、まずセミナーをすればいいんですけど、セミナーをするための勉強とか、勉強大事ですよ、セミナーするための勉強とか、講師のスピーチトレーニングとか、ネタのために心理学受けたりとか、そういった準備ばっかりして、一向にしない人っていうのが多いので、そういう人はやっぱりなかなか変わらないです。いる位置はずっと一緒なのでね、変わっていかないですよね。で、次、3つ目は納得しないと動かない人。納得しないと動かない人、これ納得できることを集めるんですよね。冒頭でお伝えした、言ってほしいことを前もって準備してて、それを聞きに来られてるんですけど、冒頭でお伝えした人に関しては、その言ってほしいことがそもそもずれてて、言ってほしいこととその人に本当に必要なことはずれてるんですよ。つまり本当に必要なことはその人にとっては納得がいかないですよね。実際、今の波動からこっちの波動に行きたいときに、今の波動がこうなら、今の波動の考え方とか価値観は納得いくんです。しっくりいくんです。で、行きたい世界に必要な価値観とか考え方っていうのは波動が違うので合わないですよね。しっくりこない。納得いかないですよね。でも今の自分がここに行きたかったら、こっちに合わせていく必要があって、ここの情報を取ってきてそれを実行するってことが必要なので、納得しないと動かない人はなかなかここの行動が取れないので、変わっていかないですよね。はい。で、次、動くけど自己流の人。自己流はなかなかね、悪いことではない。動いてるん
動いてるので悪いことではないんですけど、自己流はやっぱすごく遠回りしますね。どんなことでも正しい順番と正しい手順ってあるんですよ。ビジネスでもそうですし、人間間コミュニケーションとかね、信頼関係作るとかってそういうことでもそうですが、何かを実現していくには正しい方法と正しい順番っていうのがあって、これを正しい順番通りに正しい方法をすると実現していくんですけれども、自己流の人はそれがわからないので、間違ったことばっかり、ずれたことばっかりしてしまうんですよね。そこはずれてて全然いいんですけど、そこで正しい順番を学んだりとか、それを聞いてみたりとかってするキャパがあればいいんですけど、ずっと自己流の人っていうのはやっぱり現実っていうのは変わっていかないかなと多くの人を見てて思いますね。そういう人は、ちゃんと実現している人に学ぶっていうことが大事ですよね。で次、結構いるんですけれども、他力本願の人ね、他力本願の人は結構多いです。そういう人は誰かが変えてくれるとか、誰かが何とかしてくれる、で自分は波動をただ整えるだけ、整えるだけまだ偉いんですけど、変えるには誰かが何とかしてくれる、ずっと待ちの人はやっぱ変わらないですよね。でこの次がと関係真逆のことになってくるんですけど、やっぱ自分で動かないことには、他力本願、人に頼ってばかりの人は自分で動いて現実を変えていくっていうチャレンジが絶対ありますので、自分からアクションしていく、自分から動いていく、誰も変えてくれないのでね、他力本願の人は自分で動くっていうことがレッスンになって、それが現実を動かしていったり変わっていく要素になっていくので、他力本願の人は自分でっていうことを意識されるといいですよね。で次他力本願の人と真逆です。人に頼れない、人に頼れなかったりとか、助けてっていうことが言えない人、実は僕そのタイプでね、昔ね、自力で自分すごく頑張るんですけど、人に頼ることが苦手でね、そうすると限界があるんですよ。そういう人はね、もう限界が来てがんじがらめで動けなくなってしまうんですよね。そういう時に助けてとか人に頼る、だから先ほど言った他力本願の人とは真逆ですけど、自分で何でもやってしまいがちな人はどっかで人に頼らないとクリアできない壁っていうのが訪れますので、そのクリアできない壁、そこをクリアしないことには現実は一切変わらないので、頼れない人は意識されるといいかなと思います。あと次、しがらみに負けてる人ね、しがらみ、人間関係のしがらみ、家族のしがらみ、仕事のしがらみ、それでがんじがらめになっている人っていうのはなかなか変われない。でそういう人が変わるには、そのしがらみを自分で、抜けていくことです。ノーっていうことも大事です。自分を支配してくる人からにはノーっていうこと、そういう勇気を出す一歩、自分を抑えつけるものに抵抗するね、そういうことで、やっと変わっていくことができて、しがらみの中でずっといて、その中で右往左往していると一切変わらないので、しがらみに負けているとなかなか変われないので、やってみてください。ただここでね、ブロック、自分のブロックでしがらみができている人もいて、それをもちろん自分で超えていくこともできるんですけど、なかなかそのエネルギーが出ず、本当もう翻弄されている人なんかはブロック外しをされるといいかなと思います。弊社でがっつり浄化とブロック外しのセミナーやってるので、概要欄に貼り付けてるので、もしそういう方いれば検討してみてください。で、最後ですね、常識に染まっている人、普通〇〇だからっていうね、常識に染まってるとなかなか変われないですよね。常識に染まってるだけなら全然いいんですけど、人に対して何々すべきっていう常識とか道徳観とかで人を裁き出すと自分も縛られてしまいますのでね、常識に染まってるとなかなか変われない。で、大事なのは、ほとんどの人にとって自分らしい人生の道っていうのは普通じゃないです。普通じゃない部分が多いんですよね。だから常識に染まってると、どん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 自分が変われない、本当はこっち行きたいのにこっちの方ばっかりの道になってしまうので、常識は疑うことで、自分の道っていうのは実は普通じゃないんだよっていうのを認識しておくといいですよね。だからこそ自分が実現したいこと、生き方とかね、を実現している人と一緒にいると、その常識に染まってない部分がいっぱい見えてくるので、そういう部分も参考にされるといいかなと思います。はい、合計8つ、こんな人は変わらないという、動かない人、動いてるけど準備ばかりの人、納得しないと動かない人、動くけど自己流の人、
他力本願の人、人に頼れない人、しがらみに負けている人、常識に染まっている人、こういう人はなかなか変わることができないので、ぜひご自身がどういうタイプかっていうのを認識して、そこを打開する一手とかをご自身で感じてみられるといいかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。で、今日はこういった情報ですが、ウィークデー毎日ですね、こういった情報以外に日々役立つことを LINE とメルマガで発信してます。朝ですね、ウィークデーの朝発信してますので、ご興味ある方はぜひそれもね、すごく参考になると思うので、ぜひ概要欄に登録先ありますのでご登録ください。そして今日のこの情報が良かったなと思う方は、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいればぜひシェアをしてあげてください。それでは今日の波動チャンネル、いつもご覧いただきどうもありがとうございます。失礼します。